はい、今日はですね、ウルマニオンの、いや常幸さんをお招きしております。こんばんは。よろしくお願いします。お疲れ様です。はい、ですね、今日は、12月31日の、はい、ウルマ市、はい、10周年記念市民イベントですね、市民イベントですね。そのための花火大会がありまして、その、そのための、バンドがですね、ウルマリオンで、11時30分前にですね、コンサートを行います。その、まあ、PR も兼ねてですね、はい、来ていただきました。どうも、はい、こんばんは。久しぶりです。はい、どうも。ですね、まあ、今度の10周年ですね、はい、道の、綾橋の、道の駅ですね。あ、はい、あ、海の駅ですね。あ、海の駅ですね、はい、あの海中道路の真ん中にある、ね、はいはい、綾橋館で、そうですね、綾橋館のそばの、イベント広場ですね。そうですね、はい、ここでやります。まあまあ、今回はまたあの10周年ということで、はい、まあ、あのさっき話に聞いたんですけど、そのバンドが、はい、ウルマリオンの、はい、バンドが、まあ、終わりかけですね。そうですね、に、鳥でやっていただいて、はい、まあ、その時にあの除夜の鐘を100、はい、何回でした？108発の花火ですね。除夜の鐘をイメージして、イメージしてね、108発の花火を打ち上げるということで、はいはいはい、それをが終わったまた後に、はい、この多分まあ僕ら聞いてないんですけど、まあ、石川市、具志川、多分勝連城市あたりからかどうかわからないですけど、そうですね、こうウルマが合併したこの4市町、うん、市町村、はい、与那城、勝連、はい、具志川、石川、はい、4カ所から一斉に、そうですね、花火を打ち上げるということを企画してるんです。そうですね、はい、素晴らしいことですね、はい、まあ、楽しみですね、はい、まあ、その4カ所からの花火も見れて、はい、またコンサートも見れてということで、そうですね、はい、とても楽しみな、コンサートが、やっております。まあ、一応その大体の内容ですね、はい、まあ、今日はあの知ってますので、はい、あの教えてもらいたいですね、はい、まずあの日にちはあの大晦日12月31日、はい、来週の、あ、もう1週間、そうですね、近く前ですね、はい、木曜日になります、はい、で場所はあの先ほど山椒さん言ったように、はい、海中道路の真ん中あたりにある海の駅、綾橋館というところの、はいはい、そばのイベント広場で始まりますね、はい、そうですね、で、はい、イベント自体はあの午後の3時から始まりまして、はい、でバンドもうちだけではなくて、はい、結構あのすごい有名なバンドとか、はい、あのあと小学校のか、はい、ダンスチームとか、はい、盛りだくさんですね。そうですね、あと結構レスリングとか、そうそう、あの琉球ドラゴンプロレスリングも試合をやってくれるみたいで、はい、あ、そうですね、はい、あともちろんまた石川のご当地ヒーローの、はい、闘牛選手ワイドとか、あ、そうですね、はい、おなじみの、はい、ウルマ市のウルマーも、いや、大志さん、はい、はい、すごいあのイベントですね。で、はい、まあ、あのウルマニアンは、はい、あの今回実行委員会の方から、はい、ぜひ取りでやってほしいということで、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。光栄にも大取りをいただきましたので、盛り上がりますからね、はいはい、ぜひ頑張って、はい、みんな盛り上げていきたいと思います。そうですね、はい、でブルー、あ、その、まあ、その、楽曲は、その曲はブルーハーツのナンバーですね。そうです、はい、もう、 あの、うちはもうブルーハーツでやってますので、はい、みんなが分かる曲で盛り上げていきたいなと思ってます。はい、まあ、聞くことによりますと2006年、はい、9年前ですね。そうですね、はい、結成ちょうどあのウルマ市ができた翌年に結成してるんですよ、はいはいはい、ああ、そうなんですね、うん、本当ですね。あ、それで、はい、まあ、9年目、まあ、10年目ですね。ウルマ市が10周年なんで、はい、うちは9周年ということになります、はい、まあ、普通のバンドは、まあ、あのよくコピーバンドすると、はい、まあ、まあ、いらないあのバンドの、はい、こういいところっていうか、もう、うん、好きなのを、はい、まあ、選んでやったりするんですけど、この9年間、はい、この、ブルーハーツ一本ですね、浮気なしで、はいはい、浮気なしでやってたっていうことで、素晴らしい、いえいえ、もうね、パフォーマンス、うん、ボーカルがブルーハーツしか歌えないそうですね、他ができないです。そうですね、また、いや、まあ、私も三線もやや、まあ、民謡も聞いたんですけど、あ、またその、はい、ガラッと変わって、はい、やや、まあ、民謡もね、はい、もう
素晴らしくて、まあこの間聞かせてもらいましたけど、はい、そうですね、はい、これをぜひ皆さん、まあ、うるま市からですね、もう、ね、まあ5万人ほど集まってもらいたいですね。ぜひ10万人は、そうですね、10万ですね、はい、で、はい、実はこのバンド名のうるまにゃんも、はい、バンド作るときにどうしようかなと思ったんですけど、はいはいはい、したらあ、そういえば合併してうるましってなったなと思って、はいはい、じゃあうるまの人だからうるまんちゅ、はい、うるまんちゅで、はい、ちょっと英語っぽくしてうるまの人ってことで、はいはい、うるまにあんっていう名前にしたんですよ、はいはい、だから、まあ、うるましにはちょっとはい、ゆかりのある名前になってます、はい、これも市長さんからまたね表彰ものですね。ああ、ぜひ名誉市民か。冗談です。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。ではですね、まあ、その後、まあ、ちょっとコマーシャルの後ですね、はい、また楽器演奏でもですね、やってもらいたいと思います。はい、ちょっと準備の方、はい、お願いします。はい、お、はい、待って、はい、はい、では、まずはどの曲からやっていただきましょうか。はい、はい、本当はギターなんであんまり歌はあれなんですけど、はい、ボーカルの近さが来れないということで、はい、ちょっと今日はね仕事中ですね、はいはい、じゃあブルーハーツの曲でラブレターっていう曲、はい、お願いします、はい、
せになれ、あなたよあなたよ幸せになれ。はい、ありがとうございました。ブルーハーツのラブレターですね。すいません、もう緊張します。はい、でもいいですね、はい、やっぱりブルーハーツを愛してる感じがしじしと伝わってきますね。はい、はい、ブルーハーツはあのな、その名前はなんか変わったりしてるような。あ、そうですね、一応あのブルーハーツの、まあ、ボーカルだったヒロットとギターのマーシー2人がブルーハーツ解散した後にハイローズっていうバンドを組ん で、はい、でそれもまた終わって今はクロマニオンズっていう、ちょっとまあウルマニアンと似てるんですけど、真似をしてます。うちが、まあ、追っかけたんですね。はい、いや、これも3つ目のバンド で、はいはい、でもやっぱり2人がやる音楽はとってもいいなと思って、はいはい、あ、まあ、クロマニオンがウルマニアンの真似したんじゃないかなっていう人もいますけどね。いや、それはないです。そうですね。わかりました。はい、またね、この除夜の鐘、ね、その、ライブもうタダで見れるわけですからね。そうですね。はい、こんなね、いいことはなくて、とっても実行委員会の人たち、うん、まあ、はい、普通の市民の方、はい、有志が集まって、はいはい、ぜひ10周年盛り上げようということで、はいはい、頑張って、はい、あのいろんなあの、うん、企業周りとか、まあ、協賛金とかも全部集めて、うん、もう本当に自力でやってますんで、はい、すごいイベントになるんじゃないかなと思います。はい、またあの、まあ、飲み物食べ物とかね、はい、たくさんそうですね、出店とかもいろいろあるんで、ね、はい、ぜひ皆さん来てら楽しめると思います。はい、ビール飲んで、ね、はい、この食事も食べて、はい、出来上がってきた時にうちが出てきて、そうですね、はいはいはい、盛り上がってほしいなと。そうですね、はい、はい、また2曲目をちょっとまた準備していただいて、はい、その間、コマーシャルいきたいと思います。はい、はい、まあ、コマーシャルが今ちょっとはい、はい、そうですね、また、2曲目をまた選んでもらいたいと思います。はい、じゃあ何がいいですかね。そうですね、ブルーハーツでちょっと、じゃあさっきはバラードだったので、はい、今回はちょっと盛り上がるような感じで、そうですね、行ってみたいなと思います。はい、はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあ、俺がやる曲で、はい、情熱のバラを入ってみます。はい、お願いします。はい、聞いたこと今まで思う
るでしょう。答えはきっと僕の方、心のずっと奥の方、涙はそこからやってくる、心のずっと奥の方。情熱のバラ、情熱のバラ、いいですね。はい、いい曲なんでしょう。はい、ぜひみんなで、ね、ライブの時も、そうですね、多分これ多分やります。最後ですね。はい、うん、やりますね。みんなで歌ってほしいなと思います。はい、ブルーハーツのまあ良さっていうか、まあ人気のある、はい、まああれはっていうのは、まあズネクさんはどのようにまあですか。そうですね、やっぱりメッセージ色っていうか、うん、まあ、このストレートに伝わってくる。はい、言葉とか、ね、はい、音楽もやっぱり実際単純なんですけど、はい、やっぱ耳に残るっていうか、はい、心に響くような歌が多いんで、うん、はい、純粋な歌ですよね。はい、みんなね、はい、前回あの山城さんにも、はい、リンダリンダ、そうですね、はい、ドラム挑戦させていただきまして、やってもらって、はい、楽しかったですね。楽しかったですね。もう一回またそんな感じで、そうですね、絡んでいきたいなと思います。そうですね、まあ、実は、まあ、そのお話なんですけど、まあ、去年の5月ですよね、今年ですよ。すいません。いや、僕が感動したのは、まあ、ある、まあ、あのね、あの石川のまあ、エグジットのオーナーさんがね、尾形さんが、千葉県船橋の地元でバンドをしたいと、で沖縄の人を連れて行きたいっていう話から、この石川のメンバーを連れてって、ね、ライブをしたいってことしたいというこの一言から始まって、はい、半年約ね練習しまして、練習してお金も貯めて、うん、ですね、はい、まあ、本当かなと、もう半信半疑で思いながら、はい、やっぱりあの尾形さんマスターがね、尾形さんがこう、もうしっかりお金も貯めてしっかり企画して、はい、で旅行者探して安く5万で行きましたね、うん、5万で2泊3日、たっぷり楽しめて、そうですね、ライブもできて、ライブもできて、素晴らしい、ホテルもいいホテルでしたよね。本当に大人の修学旅行でした。でしたね、楽しかったです。楽しかったですね。もうしっかりとまたこの、 あの、この駅前 の、 そのライブハウスには、なんて沖縄の、ね、バンド来たるみたいな ね、 そうですね、書かれてまして、でまた飛び入りで島んちの宝をね、あ、そうまた即興で歌ってもらったり、はい、楽しかったですね。でまたブルーハーツのね、まあ、その曲も盛り上がりましたね。ブルーハーツは楽しかったですね。一曲リンダリンダだけでした。いやいや、まあ3曲やりました。3曲やってみました。はい、やりましたね。情熱のバラもやったんじゃない。やりました、やりました。はい、あ、 YouTube に、ね、載せようと思ってますから、僕は持ってます。あ、分かりました。僕のあれにね。じゃあ山城さん、はい、もしうちのドラム病気の時は、あ、そうですね、ピンチヒッターお願いします。そうですね、はい、レジします。はい、はい、まあそれですね、
まあ、あのメンバー紹介の方ですね、はい、やってもらいたいと思います、うん、はい、まずボーカルが、うん、司、はい、まあ、自分の同級生なんですけど、はい、まあ、小学校からの付き合いで、はい、もう35年以上の付き合いに、家族みたいな、そうです、ね、兄弟ですね、はい、で彼がもう、うん、ブルーハーツヒロトの、うん、まあ、真似っていうか、はい、歌い方とか、はいはい、そういうのがとても上手なんで、はいはい、首捻挫しないかなと思って心配しないかなと思って、ね、最近ちょっと調子悪いみたいですけど31日までには直して頑張ってほしいです、ね、はい、でギターは自分が、はい、あの、はい、やってます、はい、で司と自分が、まあ、同級生で、はい、まあ、バンド引っ張ってるというか、はい、中心でやってます、はいはい、でドラムは、はい、ケンシンといって、はい、まあ、あのイハの人なんですけど、おうおう、はい、彼もみんなまあ身近ですね、はい、まあ、周り、うん、彼も意思感中ですね、はいはい、でベースが、はい、マサル、はい、まあ、今は宜野湾に住んでるんですけど、もともと具志川の人で、おうおう、はいはい、うるま市出身ということで、おうおう、はいはい、そうですね、で、はい、ただ今回ちょっとあのマサルが仕事の都合でどうしてももうちょっと休みが取れなかったということで、今回だけはもうあの31日のイベントに関してはあのサポートで、ベースはあの自分の後輩なんですけど入ってもらって、まあ、ちょっとまあここ、ね、あ、何さん、あの、安和さん、あ、名古屋から来てくれる、あ、うん、あ、からも石川さん、あ、石川ね、あ、じゃあよかったですね、まあまあ、できればもうね、うん、もう、まあ、メンバーでやりたかったではあるんですけど、うん、それこれはもうどうしようもないんで、でも、安和、ね、もベースで入って、サポートなんですけど、一生懸命頑張って、いい音出してますんで、そうですね、今回は楽しみですね、いい感じでいけると思います。はい、であとは、実はあの、はい、ブルーハーツの、4人編成、本当は4人編成なんですけど、はい、うちはもう一人、はい、トランペットが入りまして、はい、タバさんっていう、まあ、タバさん、はい、タバさんもお父さんが牛川出身だったと思うんですよ、ウルマとは関係、まあ、無理やりですけど、うん、関係はありますね、うん、実際は今、はいはい、名古屋には住んでるんですけど、はいはいはい、だウルマニアは5人で頑張ってます、うんうん、トランペットが入るとまた違いますね、そうですね、最初はどん大丈夫かなと思ったんですけど、結構あの聞いてくれる人たちは、はい、いいアクセントだねとか、そうですね、いい感じだよとか言ってくれるんで、で、あの、モズですね、はい、あのチャットでね、モズでやってましたね、はい、私2月に、はい、盛り上がってましたよ、うん、その時は、3番でしたか、3番でした、はい、最初が最初はうん、RC サクセーションのですね、あのコピーバンド、うん、そこも良かったですね、ジムさんっていう、ジムさんですね、ベテランの、はいはいはい、すごいバンドなんですけど、結構年、ボーカルは年食ってるような先輩ですね、先輩ですねですよね、でも頑張ってましたね、はい、でも頑張る姿浴びて、はい、熱い人たちなんで熱かったですね、はい、で実はあの、うん、ジムさんはもう、うん、あのその後も一回、うん、あの一緒に、うん、まあ、ライブを呼んでもらって、はいはい、で実はあの、うん、本当にあの今あの京志郎と河本博と2人で、うん、あの上を向いて歩こうっていう曲を、うん、あの一緒に歌ってるのが YouTube でもあるんですけど、ライブでやったんですけど、でそれをあのジムとウルマニアンで再現しようって、うん、うん、自分が ギターで、うん、で司がボーカルで入って、うん、あのジムさんのステージで上を向いて歩こうっていうのをやったんですけど、これもかなり気持ちよく受けて、いいっすね、あのぜひ YouTube にアップしてもらって、はい、うん、もう最高です、だから今後もまたジムさんといろいろやっていく感じになると思うんですけど、うん、はい、どんどん繋がっていくんですね、はい、でもう一つはあの、はい、ラベッカって言ってですね、まあ、レベッカのコピーバンドで、はい、こちらもうだいぶあれも可愛かったですね、はい、ボーカルがね、すごいいいバンドなんで、はい、まあ、そうだ、また時間もね、来てますので、もう一度またあのコマーシャルですね、はい、やりたいと思いますね、12月31日、除夜の、除夜の花火ですね、花火ですねまあそれがありまして、まあ、イベントで、まあ、食事も、まあ、飲み物もね、はい、まあ、ありつつの、はい、海の駅、怪しの海の駅でですね、はい、で、まあ、ブルーハーツさんは、あ、ウロマリアンさんは、はい、11時半ごろ、まあ、ごろなんですけど、やっぱりこうもっとね前になる可能性もありますね、ちょっとあのイベントなんでどうしてもいろいろトラブルとか時間が押したりとかいろいろあると思うんですけど、大体そのぐらいの時間だと思います、はい、でまたそのね、そのそうですね、100、まあ、108回の除夜の花火がありますので、早めに行って見てもらってですね、そうですね、
ということで、まあ、それと10周年だからということで、はい、その12時になると4箇所の4箇所で花火が一斉に上がると。聞いた話では300発、うん、400発っていうすごい花火が打ち上がるみたいなんで、はい、それもまたね新しいあれで、もう10年後しか見れ、20周年ありますかね、20周年後しか見れないですね、これね、もう本当に、うん、今回見ないといけないですね、もうその頃には多分車にはないと思います。いやまだ頑張って。神経痛ならなければね。はい、ということで、はい、ありがとうございました。はい、ですね、まあ、それでは、ぜひ皆さん、皆さん、5万人と言わず10万人、はい、たくさん集まってもらいたいと思います。ぜひ楽しませる自信はありますので、はい、ぜひ来てください、はい、お願いします、よろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました。よっしゃ、よかったよかった。あ、そうか。